ハロー、大家好，ルちゃんです。ダンダンです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天的这个背景呢跟平常很不一样，急で撮ろうかなと思ったので適当にカメラ回してます。跟大家讲一件我们两个最近哈马鲁的事情，就是熊本终于也开始有 Uber Eats 了。之前我们两个拍披萨外送的时候，熊本还没有 Uber Eats。 そう、熊本最近 Uber Eats がめちゃめちゃね流行りだしてね、いろいろ加盟店も増えてきてね、種類が豊富になりましたよ。本当すごい便利なので、私と文旦すごい頼んでますよ。そこで超美味しい店が見つかったんです。ね。バイト頼みましょう。我们两个直接点我们最推荐的那个便当给大家看。便当。便当。便当。对，便当。便当じゃない。便当。对，文旦。あとモスバーガー頼んだことあるね。我超级喜欢吃摩斯的米汉堡，有木之内便当，也有烧肉虫，还有炸鸡天妇罗便当，还有天丼之类的。你要吃哪一个？我一番下の牛焼肉エビ天ぷら弁当。文丹每次都吃这个。これ前頼んだけどめちゃくちゃ美味しかったんだよ。这个 Uber Eats 里面点的话比较贵，因为我们两个实际看好像比店里面还贵了500日元差不多吧。那我点木之内便当，我的木之内便当是1330日元，文当的牛烧肉天妇罗便当是1430日元。然后我觉得日本的 Uber Eats 很棒的就是他们其实蛮提倡环保的，所以这里就有一个画面是餐具跟吸管，除非你提出要求，否则餐厅不会提供这些物品。然后我们两个点这样是2760日元，还要加上外送费哦，就是一个人的便当已经比在店里面吃贵差不多500日元，这样我们两个人就已经比在店里吃还贵1000日元，然后还要加外送费是320日元，多了1300多日元要付。もう一個弁当いけるよ。え、大きい大きい。それだったら行こうって思っちゃうよたまに。对。然后我们两个实际吃了之后觉得，便当比较好吃。そうそうそう。弁当の方が美味しい。まれなケース。多分弁当がもともとそんな期待してないから食べたら、いや美味しいって感じなんだよね。そうね。シーピーツ、好写。好的，好的。对，然后他们这里有一个向外送人员表达支持，就可以给小费，有暂不提供跟5%、10%、15%跟20%。下订单，下订单。我们两个现在是8:10，他说差不多8:50会送到。Uber Eats アプリでね、どこまで行ったかってお知らせしてくれるのめちゃめちゃいいよね。なんかね、こっちもちょっとワクワクしちゃう。すごい可愛い。然后我们两个最近在熊本的路上，发现 Uber Eats 的外送员也变超多的。めちゃめちゃ熊本人増えたよ。Uber Eats の人。だからやっぱり盛んでんだなと思って。あとコロナの関係でも多分出前を頼む人が多くなったと思う。来了。来了。咚。哦。好大，好大呢！美味しそう。给大家看我的，这个是我的木之内。啊，ちゃんと書いてくれてんだ。对，然后这个呢就是文章的牛烧肉天ぷら便当。啊，可是没有餐具，我去拿餐具。贾斯命甲，谢谢。我跟文章最近喜欢喝贾斯命甲，谢谢。不客气。哇！好意思哦。那跟大家好好解释一下，它里面有的东西，白饭呢，还有这个小鱼干，这小鱼干超级好吃。然后还有毛豆，然后文当的烧肉跟天妇罗，还有炸虾跟煎蛋卷，还有小菜。然后这个是我不知道这是什么东西，可是这个超级好吃，这个我超爱，有点像是台湾的虾卷的感觉。然后这里还有副餐巾纸跟天妇罗的酱汁。然后是我的噔噔噔噔，这边饭的地方跟文当一样。然后是炸鸡蟹肉可乐饼，然后这应该也是鸡肉佐罗波尼，然后也是一样有煎蛋卷跟腌制菜，还有这个很像虾卷的东西，还有天妇罗。那我们两个要吃了，来吃吧。いただきます。この肉がね、また美味しいんですよ。烧肉。这家便当真的超好吃的。いろんな種類のね、ものが入ってるからとても美味しい。烧肉。每次只要吃这便当就会很有精神，因为太好吃了。而且一般来说这种便当都会冷掉嘛，可是它这个虾子啊，还有炸鸡那些都是热腾腾的。このはね、あったかいんだよね。哦，好好吃哦。弁当の天ぷらって結構しなしなでさ。口部サクサクですよ。あんまり食べる気起きないんだけど、このはね、マジうまいから。那天妇罗有鱿鱼跟莲藕，还有茄子跟虾子。うま。好好吃哦。你吃太快了吧。おいしい。昔俺、ナスめちゃめちゃ苦手だったんですけど、
んか大人になるにつれてナスの美味しさに気づいて、最近とてもナスを食べるようになりました。私も最近すごい肉食べるとなんか体が重く感じちゃう。年を取ってってるね。そこじゃないの、いらないいらないいらない、苦手だ。この動画はひたすら食べるね。みんなつまんなく感じる。俺だったらめっちゃスキップをしてるわ。你好好跟大家聊天，大家就不会觉得无聊了。とても美味しいですよ、卵。昨日吉野家の牛すきを食べに行ったんですよ。美味しかったね。うん。今日の昼の弁当がすき焼きでした。今日はもしウーバーイーツじゃなかったら、私も吉野家食べたいなと思ってるよ。嘘。そんなハマっとるじゃん。うん。真的是不知道年纪变比较大还怎样，就是吃炸鸡这种东西的时候，就会觉得身体负担重。やっぱり変わるね。なんか25歳超えると。なんか今日の光おかしくない？おかしい。夜だからか。うん。なんか最近めちゃめちゃお腹減ってるって思って食い始めたら、そこまでお腹空いてなかった。我看文章啊，其实以前很常吃，一大会吃到饱什么的，可是现在就真的没有吃这么多。でも今コース料理とかがいいな。うん。我都觉得文章这里有两个天ぷら，旁边还有个炸虾，炸虾不会太多吗？エビ好きにはたまらない。然后这里的蟹肉可乐饼，我觉得超好吃的。みんなに見せないと分かんない。確かに。あんた本当に YouTuber。就这个，噔噔。看不出来，反正这个就很好吃，就对了。可是因为文章不喜欢吃这种里面糊糊的东西，所以文章就不太喜欢吃蟹肉可乐饼。吃完了。吃完了。お腹いっぱいも。ごちそうさまでした。しかった。いやここはね美味しいけど量が多い。でもこの量だったらね、この値段も OK だな。だから一番いいのが店舗に行ってお弁当を買うが一番安い。そう、この弁当で店の値段で買える。うん。でもウーバーイーツは便利。便利。違う、便利は安いの意味。あ、そうなんだ。方便で言うの。方便。对，方便。方便。那今天这个影片呢，就是我跟文章小小的吃播。ルーの食卓見た。ルーの食卓いつ？いや、今週アップしようと思ってるよ。前もそれ言ってたよ。拍我的那个副频道影片真的有点麻烦，然后我就这样子拖拖拖了两个月。但是因为真的很多人私讯我，跟我说想要看副频道影片，然后文章一直催我，其实文章就是想要吃我做的东西，我就想说好吧，那我要差不多重启了这样子。ルーちゃんの言い訳タイムか。違う、再起動するの話。うーん。いいじゃん。来月？信じてよ。もう再起動します。楽しみにしとこう。最近ルーちゃんと僕はこれにハマってます。他每次拍影片都要给大家看这个。これねめちゃめちゃ可愛いの。どんどん高くなってるよ。ね、大きくなってる。これ土入ってなくて、まあただちょっと水あげるだけで勝手に成長していく土みたいなもんじゃない。土だよあれは。でかい土。好、那文章你跟大家说拜拜。拜拜。今天这支影片呢非常的随性。那我们下次影片再见，大家拜拜。拜拜。再见，拜拜。超適当な動画や。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。